はい、こんにちは。こんにちは。本日はですね、はい、リフォームが終わって、はい、今度はあの家具とかですね、配置とかを、はい、コーディネートしてる方になるいらっしゃるんで、おしゃれになるわけね、今からね。はい、それを相談という江戸です。そっか、はい、今やってるもんね。はい、やってます。あ、話し声聞こえる。どんな感じにおしゃれにするのかなと、ね、俺らがするとね、えらいことになるけどね、ぐちゃぐちゃになるかもしれないから。はい、はい、わーい、どうですか。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今回おしゃれにしたからね。はい、俺らそういうセンスないです。全くないので、よろしくお願いします。プロがやってる。そしたら、だいたいちょっとこう、いろいろこんな感じにしたいっていう、何かもし、ご要望があれば。ここをダイニングもつけるかどうか。かもリビングのみにするか。ここでご飯食べるか食べないかよ、ね。で、食べても、リビングのテーブルで食べてもいいじゃん。で、動画撮影の時はあっちでちゃんと食べて、料理動画ぐらいだったらこっちで、どっちがいいと思いますか、ちなみに。広さ的にどんな感じなんですかね。いや、もちろん普通のお家だったらここにテーブルがあって、ここにソファーは十分置けるんですけど、でもちなみに何人ぐらいでいつもあるんですか。6人います。6、7人常に。はい、そうなんです。だから男の口人だったらね、どっちかをメインにしたらいいよね。そうですよね。テーブルをメインにするか、ソファーをメインにするか。ソファーメインでした。ソファーメイン。キムどっちがいいかいです。ソファーで減量しやすい。ソファーで減量しやすい。結構じゃあゲームは重要な。ゲームは重要。全員皆さんでゲームされる。結構みんなでゲーム。そうですよ。じゃあなんかみんなで集まる空間が欲しい。なんかちょっと仕事終わって最後ダラダラす、ダラダラ過ごすみたいな空間にしたいかな。ちなみにじゃあここにソファー置いて、はい、ここにテレビがあるとしたら、はい、このちょっと円に空いた空間でどうなる。例えば逆にもここは全然テーブルとかちょっと座ってご飯食べたりお茶飲んだりという空間はいらないですか、ここに。まあ違和感、これそれが一緒にあって違和感がないならあってもいいなと思いますけど、あのソファーのサイズ次第でしょうね。じゃあとりあえずソファーメインで入れて、はい、ちょっと空間が何かこう少し寂しかったらそこに何か考えるとか、はい、いいんじゃないですかね。なんか立食できるテーブルみたいなのがあって。ああいいね。あそうね、それだったらあまり場所取らないからいいと思います。なんかバーにあるような何か細い椅子こんぐらい腰掛けるような、多分誰も座らないでもなんか見た目的に、あでもありある、それいいね。テーブルほど場所取らないからいいと思う。立食感があるテーブルがあってリビングがあってですか、はい、一番はソファーの高さから、まあ、ここ前後に来て、猫がここに乗れるようになる、パパ猫家具はどうね。猫家具知ってますか。あ知らない。猫猫家具っていうのが今あるんです。へー、あ猫家具どうぶよ。めっちゃ売れてるのよ猫家具ちゃん。そう、人間のソファより高いです。いやそれは人間も座れるし、猫専用。猫が欲しいよ。ほら猫が欲しいよ。こんな猫用のソファーがある。そうですよ。うわ座るな。そこに猫ソファーを着たい。猫がいいよ。それも人間のソファーのデザインっぽい、まんまちっちゃくなったのがここにあるのか。人間ソファーがあって、全く一緒の猫ソファー。それ結構いいと思います。おしゃれですよね。センスあるかもしれない。すごい。じゃあ、ここはそんな感じの、はい、でお願いしたい。予算的には通常よりちょい高ぐらいで設定したいけど、通常が分かんない。50万とかそのくらいのこの部屋というなら感覚ですけど、それは高いですか安いですか。安いです。
安いのか。例えばソファーと、まあ、カーテン、テレビ、ボード、あとまあ照明とか入れると、あ、そうか、確かに、そうそう、100で設定するか。100ですね。どうだろう、なんか俺100です。あのソファーも頑張って買ったって言ってもニトリとかで買ったもんね。奮発しますか。奮発してください。どう思いますか、畑さん。いいんじゃないですか。じゃあ100で設定しよう。はい、まあ、なるべくそれ以外に収まりも、はい、それではおしゃれに、おしゃれに、はい、はい、わかりました。で、あっちの和室の調査とか、和室か、和室、和室、このまま今まで料理、はい、なんかこう撮影するときにこっちからこう撮りたくて、はいはいはい、でここになんか大きいちゃぶ台みたいなのがあって、はい、ここにこう撮って、そうそう、で、はい、ここら辺はなんか自分たちで掛け軸作りに行ったりとかそういう企画をやりたいんで、ここら辺に置くものとかは自分たちでやって、まあ、ここはだからこのテーブルがいいのかな、と照明、それかアイディアかなんかがあるなら、あの照明とか、うん、やっぱそこの壁がすごく映えると思うんですよね、うん、そうですよね、白壁のところの間が、だからそこに例えば金軸を置いて、ここになんかちょっとおしゃれな器を持ってきて、ここにまあお花があって、なんかやっぱそこにこう緑があったりするとすごく映えますよね、うん、白は。ちなみにあっちの部屋だけで100万円ですよ。まあでもね、長いこと使うからそれくらい、洋平さん頑張って稼いでください。で、あとここの部屋でいうと照明、照明、照明いりますよね、うん、照明ついてないですよね、照明、あ、でも結局あの自分たちで撮影の用の照明は持ち出すとは思うんですよね、あのカメラスタジオにあるような、はいはいはい、はあるんで、まあ、これで済むなら一番いいんだけど、それじゃ多分部屋は無理なんで、うん、常になんかつけてかじってしたらピカーってなるようにしとったらいいですよ。いや、それはありますよ、かけよう。本職の方も。おーし、こっち その長テーブルとちゃぶ台でどのくらい。長テーブルはもうそんなに予算かけなくていい。あ、そうっす、はい、まあ、まあはい、出したり引っ込めたりする、はい、まあ、軽い方がいいと思う、はい、それはもう本当にあの、安いのでいいと思うんですけど、はい、ここで常時使われるちゃぶ台はやっぱちょっと1万円か1万円か分とか、あ、おしゃれな、うん、そこはね、欲しいなりたいね、うん、それちょっと値段あってもいくら出す？キム30 結構出すね。15 15、でもテーブル15って高くない？まあ普通の感覚だとね、でもやっぱその1枚板を揃えようと思ったらやっぱり30万とか言われる、テーブルだけでもします、まあ素材によりますけど、でもそれこそもう100年とか200年使えます、うん、ああ、じゃあいい、あの、一生ものところじゃないで、うん、一生もの衣装、先祖代々に渡らない3章ぐらい使えるね、子供、孫まで使えます。へえ、当然いい家具っていうのはまたメンテナンスして磨いて、うん、あの、大体日本の家具っていうのはアンティーク家具がないでしょ、うん、はい、で大体ヨーロッパのイギリスとかが、はい、確かにフランスが来てるのは大体アンティーク家具、アンティークっていうのは100年以上の家具ですね、うん、もうじゃあ任せよ、全部お任せして、で、まあ、向こうは大体100万円ぐらいで言ってたけど、ドンって出された時にもうたとえそれが300万だろうが50万になっているが、もう俺ら何も言わないけど、この金額で納得しよう。大丈夫、2000万とかやったらすげえ。だってもしかしたらもうちょっと予算があればめっちゃいいのになっていうのがあったら、もうそれを優先して、うん、そうですね、はい、だから基本は100、向こう100、こっち15万で設定するけど、あ、150にすればもっとこれはってなったらもうお任せします、それでもう納得、はい、だからあのプロ的にもうちょっとあればっていうならもう そっちに合わせます。わ、ね、はい、かりました。じゃあ今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お店の名前が？お店の名前が、はい、重要な、はい、紹介して、さっき名刺もらってけんね、コーディネートしていただいたお店の名前が、はい、読んで、シルバンさんです。ホームページとかあります？あ、じゃあ概要欄にホームページがあったりするので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。すげ
げえ楽しみ。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。